信じられない。それが真相だというのかい？はい、私たちは見たままのことをお話ししています。ジョージ様がにわかには信じられない気持ちも私はよくわかります。何しろこの目で確かに見たはずの私ですら、あれが何だったのかわからなくなる。私は確かに見た。そして取っ組み合いまでしたはずなんです。なのにあれが全部幻だったような気すらする。なるほどね。あのローザおばさんに詳しく話せないわけだ。今の話を本当にしてたらもっと面倒なトラブルになっていただろうね。なるほど、ゲンジさんが随分冷静な対応をしていたのが分かりました。私にそれを説明するだけの力があればよかったのですが。話を少し巻き戻すよ。シャノンはカノン君が偽物かもしれないと思った時、クモの巣を取ってきたと言ったね。どうしてそんなことを？そうだ、それは私も思っていました。どうしてクモの巣だったんです？前に熊沢さんに聞いたことがあるんです。大昔の六軒島には悪霊が住んでいて、そのクモの巣を恐れたって。それでクモの巣を魔除けと尊んで大切にしたという昔話があるんだそうです。それでそのとっさに私も少し混乱していたんだと思います。そんな話が。熊沢はそういう昔話に詳しかったな。クモは液中ですからね。確かにそういう信仰があってもおかしくないかもしれない。きっとその悪霊の力をあの鳥居の祠が封じ込めてたんだと思います。そして霊鏡が割られたのでその力が蘇って、ベアトリーチェ様を蘇らせる力となってしまったに違いないのです。私が、心の弱かった私があんな大それたことをしなければ。シャノン、その話はもうしなくても大丈夫だよ。僕は君を責めたりなんかしない。ベアトリーチェ様という霊のような存在がいるという話は、この島に勤めるようになってからたくさんの同僚に聞かされました。最初はバカバカしいと思っていましたが、それを批判するとなんだか不謹慎そうな空気があったもので。しかしまさか本当にいたんです。ベアトリーチェ様はずっとこのお屋敷におられたんです。でもベアトリーチェ様は力を失っておられて、私たちの前に姿を現すことができなかったんです。ずっといた。私たちが見えなかっただけなんです。ゲンジさんの意見を聞きたいです。私には何も意見はありません。一つだけ申し上げたいのは、私たちはあの時ここに5人いた。そしてカノンが勝手口から帰ってきたと、そして使用人室に運び、何かが起こって南條先生と熊沢が帰らぬ人となってしまった。それだけです。私たちは見たものをすでに全て説明しました。それを見ていないジョージ様に信じろというのは
とても無理な話だと理解しています。信じられるわけがない。あれは間違いなくカノンさんだと思った。でもあいつがベッドから起き上がって、そう、こんな風にしながら胸の傷をまさぐり始めた時、こいつはカノンさんじゃない、誰か別の存在なんだと直感しました。ジョージ様にはわからないでしょう。よく知っていると思っていた人物が実は別人であることをさらけ出した瞬間の恐ろしさというものは説明できない。とても説明できるわけがない。わかるよ、ゴーダさんがそれほどまでにショックを受けるどんな恐ろしいことがあったのか僕は察するよ。ありがとうございます、ジョージ様。君に囁いたという魔女はその鏡があると力を失うんだね。少し説明してくれた気がしますが、よく覚えていません。あの鏡があると力が出せないというようなことを言っていたと思います。君が割ったというその鏡はどうしたの？覚えていません。多分割ったまま立ち去りましたから、そのままそこに残ってたでしょう。ということは岩礁が雷で撃たれて消えたとかいう時に海の底か。まあ拾って接着剤で貼り付けたところでご利益は戻らないだろうけどね私は本当に、なんてことを。ごめん、失言したよ。そういえば、その鳥居にあったものとは違うでしょうが、ホーク様がお守りとして霊鏡をお持ちになっていると聞いたことがあります。夏日おばさんが？はい、おじい様の形見分けか何かでもらったものだそうで、とても強い魔除けの力を持つ由緒正しい霊鏡だとかなんとか。同じ話は私も聞いたことがある。鏡は良くないものを反射して弾き返す力があるのだとか。その霊鏡があれば魔女のベアトリーチェに対抗できるかな。え？祀っていた鳥居と祠はもうないかもしれないけれど、霊鏡がもう一枚あるのは重要なことだよ。夏日おばさんの実家は神職にも通じていると聞いたことがある。それは本当に単なる鏡ではないかもしれない。確か奥様は宝物箱に入れて大事にしまっているとおっしゃっていたような気がします。そんなに大きいものではないのかもしれません。大きさの問題ではなかったと思います。私が割った鏡も一見大したことのない小さな鏡に見えました。相手がオカルトならこちらもオカルトの手段で対抗するしかない。ただこうして座っていても何も解決しない。単なる気休めだとしてもやってみる価値はあるよ。行こう。魔女をやっつけようなんて大それたことは言わないよ。でも魔女から身を守る魔除けがあってもいいと思う。前にマリアちゃんに聞いたんだけど、おじい様の部屋の扉は強力な魔除けが施されているんでしょ。さすがおじい様だね。オカルトに対する防御も十分だったわけだ。行こう、夏日おばさんの部屋へ。
しかし奥様の部屋には鍵がかかっていると思います。真っ先はローザ様にお返ししてしまいましたし、キーボックスのある使用人室も施錠されてしまいましたし。ならばその鍵は夏日おばさんが持ち歩いているはず。礼拝堂にはまだ夏日おばさんの遺体があるはずだ。警察が来る前に勝手にいじってしまうのは悪いことだけれど、それについてはちゃんと説明しよう。しかし礼拝堂の入り口も鍵がかけられております。郷田さんの腕力じゃガラス一枚割れないのかい。その辺の石で叩き割ればいい。大切な礼拝堂の窓を破ってしまっても、そのよろしいのでしょうか。おじい様に怒られるときは僕が責任を持つよ。僕はもともと今日後宮家の全員と戦うつもりでいた。君との婚約を許してもらうためにね。だから元よりその覚悟はある。ガラスを割ろう。そして夏日おばさんの遺体から鍵を借りよう。オカルトに詳しいおじい様だから夏日おばさんの霊境の力だってきっと理解してくれる。大丈夫、怒られたりなんかしない。奥様の鏡で本当にベアトリーチェ様をもう一度封じることができるでしょうか。わからない。でも試す価値はあると思う。なら行こう。表はどんどん暗くなっちゃうよ。急ごう。シャノンは懐中電灯を、ゴーダさんはガラスを割れそうな道具を、ゲンジさんはすみません、傘の用意をお願いします。はい。源氏さん、私はご一緒できません。ご用命の時も全員がいないようなことがあった。後ろ宮家使用人頭として恥ずかしいことです。そんな源氏さん、今のこの屋敷で一人でいることがどれだけ危険かあなたもわかるでしょう。私はいいけど、親方様からいつお呼び出しがあってもいいのに、私はここにいなくてはならない。源氏様、行ってジョージ様にお仕えするよう、くれぐれも粗相のないよう、ゴーダ手本となるようよろしく頼む。はい、お任せください。必ずやお役目を果たします。本当にいいんですね、源氏さん。はい、私はもうこの年です。今日までの人生は全て親方様に受けた道具をお返しするための日々でした。このような老いぼれがどうなるのか、全てはルールのためにし、私どのような結果が出るのかを見届けたいと。行こう、みんな。今は少し風もおとなしいみたいだ。
なあ、マリア。